入室二問下授「解説本書は世信天神菩薩の浄土論の入出二問と鈍乱大師同釈禅寺禅道大師の釈義についての三単の下授である」。はじめに浄土論の願礁下によって世信菩薩が真実の教によって 阿弥陀仏に奇妙されていることをたたえさらに鈍ン,ン大師の解釈に基づいて「願生下」が全く阿弥陀仏の本願力を算端するものと理解されているすなわち礼拝三段左観鑑エ恵光の五年門とそれに応ずる権門大恵守門宅門奥門,奥門以上が入の四門 湯劇寺門出第五門の極独門入出二門について元来は往生人の書集として論じられていたものを親鸞承人は全て法蔵菩薩の納められたところと見なし元力成就を五年と名付くと言われているこうした解釈は鈍乱ンン大師が 浄土論の門に従って五年門を修行者である菩薩の行として論じつつ最後に五年門の因果が阿弥陀如来を増上宴とすることを明らかにし他利他の釈をなされた意を受けて親鸞上人が借見されたものであるさらに同釈前時の 長二門の釈儀をたたえ禅道大師が念仏成仏の訪問を信州と言い,い一条会と呼び信心の行者を称賛されたことを述べられている。